おっと最近クラスでオカルトの話が流行っている都市伝説のひきこさんを見かけたとかテケテケと遭遇したってやつもいる多分嘘なんだろうけどまあそういう雰囲気があったから自分も自分は小さいおじさんを見たとか適当なこと言ってみたわら男子おいマジかよゆうさんうんいいなゆう。 まあたまたまだようんいいかもね女子 ABC ねえねえ見た目ってどんなだったの話したなんかあげたみんな以外にも興味津々で聞いてくるからあみんなうんうんうん <laughs> みんな意外にも興味津々で聞いてくるからテレビで芸能人が言ってた話に、えー、付け加えて破談し始めたらめっちゃ信じてる。 これ以上突き止められたらボロがた出るなぁ速攻帰るキンゴーンガーンゴーンチャイムと同時に即学校出た今のチャイムめちゃめちゃ不協和音だったけどね帰り道一番仲のいい友達ケイタがついてきたケイタなあ小さいおじさん見たってマジなの y う。 <laughs> なん嘘なんに決まってんじゃんやっぱりな <laughs> そんなことだだろうと思ったじゃあ明日な楽しみにしとけウィーって何よ次の日おはようっすよっなんかみんなに見ら,れ見られてる気がするんだがなんでだろうな お前なんか怪しいな昨日の嘘のことばらしただろう <laughs> まあまあ落ち着けって落ち着いて嘘をついたバスということでユうには学校で一人かくれんぼをしてもらうことになったあ手ーはあ一人かくれんぼって何よでいいか一人かくれんぼってのはぬいぐるみに えー、レイを下ろして、えー、そのレイとかくれんぼをする儀式のことであるはあ何それやらないよっていうか誰もえ誰かもテケテケ見たとか嘘とついてたでしょ嘘もバレなきゃ罪じゃないんだよこれからの長い高校生活クラスメイトから白い目で見られ続けたいのかお前が潔く 罰ゲームをやればそれはなくなるぞめちゃめちゃな <laughs> ち俺の読み方下手すぎるなケイタがバラさなきゃよかったんだよケイタ似た似たしてんなケイタ全員こっち見てるはあ分かったよやるよこんにちはセクエイですえー、本日はですね「ひとりかくれんぼ」っていうホラーゲームやっていきたいと思います えー、こちらのゲームですね、もうさっき見てわかる通りなんですけど、あのー、ホラーゲームです。もう俺の一番苦手なね、ゲームのジャンルを今回やっていきたいと思います。あのー、今までもね、少しね、やってきてたんですけど、今回、結構ガチガチに <laughs> 怖いっぽいんでやっていきたいと思います。もうね、クリアできると思わないでみんな。もうとりあえず、ね、え、待って、これどうやってやるのあとりあえず、あここがタイトル画面っぽいわ。プロローグ、遊ぶ、設定、注意。とりあえず、設定、 に関しては自分の名前、えー、順何 <laughs> ぬいぐるみの名前んは、えー、やばいけどちょっと待ってね自分の名前決めたいと思いますはいこれでいきたいと思います俺の名前が昨夜で、えー、ぬいぐるのみの名前がヤクザでいきたいと思います OK えー、っと明るめ明るめがいいよね暗め明るめ変わらんくね <laughs> 変わらんくね明るめまあデフォルトこれだったんでで注意ちょっと見ていこうかな ひ人りかくれんぼやってはいけません。非常に危険だと言われています。特に怖がりの人がやると、あまりその儀式のそれっぽさによって脳が。え自己昏睡状態にいたり、幻覚を見たり、幻聴が見ええ聞こえたりすることがあるそうです。霊に取りつかれる。え待ってえ大丈夫ちょっと待って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 ,待って待って、大丈夫え待って怖いんだけど。ね大丈夫俺。え、昔ね、これ <laughs>。進まねえんだけど、マジで怖い。 じゃあもう行きますよ。遊ぶでえ。なんか急に雰囲気違うゲーム現れたな。さあやっていきましょうか、遊ぶで。いや、怖い。ど、どうなんのどういうゲームこれうわえ、ちょっと待って、ガチガチじゃんガチガチのホラーゲーム。なにこれすっごい操作しづらい,いや。待って、無理かもしんな、俺。え、待って、無理かも、俺。まだ来ないよね。いや、違うの。ホラーゲームって、なんか時間とかあるんだけど。 え、やばちょっと待って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 これやばいわちょっと待って本当にやばいこれえ本当にやばいねちょっと待って本当にやばいこれ。ね、本当にやばいこれ何？え,え本当にやばいんだけどこれえちょ、ねね、ねね、ねね,ね,ね、怖い怖いちょっと待って本当に怖いええ学校大目標えっと小、小目標小目標がえっとトイレに向かうんでしょえっと待っ,待ってね待ってね地図地図みたい地図知識知識って何 一人かくれんぼの始め方。これど、<laughs> ちょっと待って。<laughs> どこ行きゃいいのこれ。大目標が学校から出るんでしょ小目標がトイレに向かうだから、トイレに行かないといけないっぽいね。えっ、ー、と、トイレに、ここが地下っぽい1階だから、4階のトイレ。待ってだ、だいや、まだ出ないよね、さすがに。さすがにまだ出ないよね。ねさすがにまだ出ないよね。出る要素なくないお化けが。お化けが出る要素なんてさ、まだないから大丈夫なはずなんですよ、さすがにね。 だって、一人株くらいもまだ始まってないから、多分大丈夫なんですよ。で、いきますよ。怖くなったら本当にやめます、俺。ごめんなさいね、本当に <laughs>。マジでやばいんだ俺。マジでホラーゲーム苦手なんて。しかもガチガチじゃん、今回、本当に。走れる、走れる。で、え、怖い、マジで怖い、ちょっと待って。え、どうしよう。トイレってどこここ女子トイレ開ける開けますよ。で、まだ出ないよ、まだ。大丈夫、まだ出ないから、俺。 大丈夫安安心して俺俺安心ししてて俺俺こここれ何これ何これクッキー生地みたいな知識 <laughs> 何知識ってえっ、ー、と終わらせ方とかもあるんだちょっと待ってね待って怖いんだけどこれなんでトイレこの向きなの何かおかしくないこのトイレの向き方 <laughs> 貞子さんとか出ない貞子さんって誰あのあの人出ないかなあの誰諭吉じゃないやなんかいたじゃんちびまる子ちゃんみたいなやつ え、とりあえず何あびっくりしたリアルの音だったリアルのバイクの音だった <laughs> とりあえず一人かくれんぼの始め方はぬいぐるみを入て綿を抜く米と爪を入れえー、っと赤い糸で縫うあなんかこれちょっと知ってるぞこのやり方余った糸でぐるぐる巻く始め方テレビをつけるへえまあこの辺はでもさある程度主人公がやってくれること思うからこれ時間とか何な,なのこれ これ時間は何なの本当に。え、4回トイレへ向かう。トイレ向かったけど、俺。これトイレ、トイレ向かったけど,ど、どうしたらいいのこれ。これど、どうするどうするのが正解なのこれ。トイレじゃないのここ。明らかにトイレだけど、教室とか言われたらどうしようと思った、思うけど、俺。え、で、この辺、開けれたりはしないんでしょいや、なんか操作がほんと知らないい、ね、ごめんね。すごい操作しづらくて、このゲーム。 怖いなマジでここ4階じゃないのえっ、ー、とトイレトイレ他なくないあっこだけなのかな女子トイレしかなくないこれ女子校とかなのかなてかなんでこんなことさせられるのマジでやめてくんないほんとここ開けるよあっここ男子トイレっぽいねでなんかこれ四角いムーブみたいなえ開始する待ってこれこれセーブある閉めたい閉めたい閉めたいダメ閉めていいオッケーオッケー閉めたい で音量とかもあるから、えっと、まず、本じゃ、始めたいと思います。一人かくれんぼ。かわいい。かわいいじゃん。ヤクザでしょ、これ。腹の。あ、刃物を持ってないから、刃物持ってこないといけない。これ、刃物。テレビをつける。シンクに。あ、待ってね。あ、これで入手して、えっと、まずは、知識だから、間違ってはいけないのよ、これ。え、ぬいぐるみ用意して綿を抜くんだから、まずは腹を裂く。 で、綿を抜く。分かった抜いて。で、米を入れる。あ、結構自動でやってくれるね。こうやってやってたら。で、髪の毛を入れる髪の毛じゃないね。えー、っと、爪だね。これ間違ったらどうなんだろう。爪を入れる。えー、っと、続いてが、一歩一歩見ていこう。赤い糸で塗って、余った糸でぐるぐる巻く。OK、OK、OK。赤い糸で塗って、可愛い,いな。でもこの、この、普通に可愛くないこの子。この人形。で、ぐるぐる巻きにする。 えーっと、続いてが、2だね。テレビをつける。テレビをつける。テレビつけて、鬼は自分だと伝え、水に沈める。ここまで覚えよう。えー、っと、テレビをつける、まず。テレビつけて、えー、っと、えー、最初の鬼は自分だと伝え、えー、っと、水に沈める。最初の、最初俺だからって言って、 水に沈めたいんだけど。ん水に沈めたいんですけど。水に、水を注ぐ。あこれで、あれこれか、入手して。あれテレビ、テレビついてるよ。最初、昨夜だから、何か言うの、俺。何か, <laughs> か言うの、俺。 自分鬼って3回鬼じゃん俺あシンクにあったあったあった,あったぬっぬいぐるみ沈めて知識が隠れ隠れます場所へ戻りぬいぐるみ見つけたといい刃物を刺す次はぬいぐるみが鬼と伝えるあとは隠れる場所へ戻りぬいぐるみを見つけたといい場所へ移動ちょっと待ってねこれはこれ入手しようか あ、知識入手した。んで隠れたらいいのかなどこかに隠れるでしょどこかに隠れる、ここじゃダメじゃどこかに隠れようと。よし、えっ、ー、と、どの辺に隠れるのがいいんだろう開ける。閉める。開けるだったけどね、今。<laughs> 閉めるじゃなくて開けるだったけど。んで、え、どうしようか。 え、これでいいのかなで,でもさ、超目標が、あの、どこかに隠れるだから、まだ、まだ始まってないんだよなおそらく。え、どうしよう。なんか隠れるとこないロッカーとかあってほしいんだけど、俺的には。あんま近すぎたら隠れてくんないのかなこの中とかどう消火、消火器でさ、なんか太刀打ちできないの相手に。<laughs> 消火器でなんとかできない来ないよね、まだ。 まだだって始まってないもん。始まってないのにビビることないよ、俺。大丈夫、大丈夫。ちょっと慣れてきた雰囲気に。すごいね。なんかホラーゲーム実況者ってすごくない毎回これやってるんでしょ毎日これやってるんでしょなんか頭おかしくなりそうじゃないこんなことしてたら。なんか知識いっぱいゲットしたな。オカルトマニアのメモ。あ、こういうの読んでいく方がいいのかなでもさ、俺クリアできる気がな <laughs> しないんだけど、一応見るけど耳がにあ。耳鳴りが聞こえてくる方向には幽霊がいるって聞いたことある。 なるほどこれがだからあのー、追われる時に重要になってくるってことがえっ、ー、と続いてえっ、ー、と最近脱水気味で授業中塩を舐めることにしているけどどこに置いたかな最後授業したのは何これ栗栗じゃないや柿柿谷先生の教室わからんてわからんてとりあえず塩を見つけたらいいんでしょ どこかに隠れるなんか隠れるとこがなくてさ。どこに隠れあ,あった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 。あった。こういうロッカーに隠れたらい,いんだよね。おそらく。隠れます。はい。で、出ます。ぬいぐるみの場所へ戻りまーす。OK。あ、いいんじゃないいいんじゃないこれセーブってオートオートセーブなのかなまあ、本当にね、あのー、この世界観を楽しんでいくっていう感じにしたいと思います。俺、今回。もうこんなん 耐えれないもん俺 <laughs> こんなねガチガチに怖い雰囲気全然耐えれないもん俺怖すぎるで、はい、何も変わったことないけどちょっと待ってね一旦読みます俺ねちょっと引き取り隠れんぼのやり方がねあんま分かんなくて「えー、場所へ戻りぬいぐるみ見つけといていい刃物を刺す」「次はぬいぐるみが鬼と伝える」「あとは隠れる」で、えー、と終わらせて方これはでも最終にやることだと思うから。 たぶん、まあ、あとから見ればいいかなって思います。えー、コップに睡眠を水,水,水作りとか書いてあるけど。あとは隠れる。え、でも隠れるだけだったら確かにこんなに。次は咲夜だよって言います。はい。ヤクザが鬼。次ははい。見つからないようにする。何見つからないようにするって。見つからないようにしてどうすんのびっくりした。で、 こっからがたぶんやばいのよこれえこれロッカーロッカーロッカー隠れていいえ隠れ何こ始まってんのこれ始まってるよね何怖い怖い何ちょっと待ってちょっと待っ,待って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 来てるいいのかなちょっと待って上から探索していくでも探索していかないとダメだよ俺何これさすがに 探索探索していかないとあなんか落ちてるなんか落ちてるこれ何アイテムアイテム何何のアイテム爪塩あ塩ゲットしてんじゃん俺お清めの塩あだから終わらせ終わらせられるんだ一応もう終わらせたいダメ <laughs> あ待ってここいけない終わらな何音がわかんないね俺ちょっと待って、ね、何に本当もわかんない怖い 怖い、ちょっと待って。大丈夫かなあの、大丈夫あれ、全然来ないな。大したことないんじゃないこれ。だって、閉めるって何まだ開けてもないのに閉めるって。ほら、まだ来てないもん。えー、っと、この辺とかは特になさそうなんだよな。これも開けれないでしょ、特に。 ん,んで、ちょっと待って、口が乾燥してきた。なんていう部屋、これ。<laughs> どういう部屋なん、これ。で、ちょっと上探索していかないとね。で、アイテムがね、ちょっと光ってるんで、おそらくそういうのでゲットしていくって感じかな。で、まあ、上の階全部見たんでなかったんで、まだ上あるっぽいね。行ってみようか。R4 って書いてある。 あ、なんかある。何これ。知識。日記メモ。えっ、ー、と、田中先生の後押しもあって。な、何これ何やら先生と付き合い始めた。改めて、やっぱり好きだ。来月初のデートの約束をした。楽しみ。え、これ <laughs>、重要この、この内容重要かなで、やっていきましょうか。結構時間経ってんで。あ、待って。こっから、ここはいけないっぽいから。え、儀式を終わらせる 俺儀式。俺無理だわ。これできない。もう怖すぎるんで終わります <laughs>。 話次あちゃんんとあるんだバッドドエンドえでもあれあれ無理じゃない普通に早すぎん相手の速度次の日で、ね、ケイタ昨夜まだ来てないのかもう昼だぞ昨日一人かくれんぼ中何かあったっていうのがえ定席だよねシャレにならんてあれ ライン来てるあら LINE はあ,るあのちゃんとあれなんだね LINE なんだねなんか LIKE とかさ適当な名前にしてないんだねちゃんと LINE なんだなんて次はお前がやる番だだって